はい、どうも大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。このチャンネルではですね、1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説しようじゃないかといった、まあそういったチャンネルになってますので、ぜひお時間のある方は見ていただければ幸いです。ということで今回もやっていこうと思いますけども、今回ですね、ちょっと珍しい歌ということで、ちょっとね、曲を紹介したいなと思います。今回紹介する曲は、桑田佳祐さんの声に出して歌いたい日本文学メドレーでございますけどもね、ついにやってまいりましたけどもね、まあ僕はね、まあ根っからのサザン桑田さんファンでございまして、その中でね、いろいろとこう、まあまあ全曲大体してるんですけども、でたまたまね、なんかね、この声に出して歌いたい日本文学メドレーをですね、これね18分あると、18分45秒でございますから、もうね19分、まあ約20分ぐらいある曲なんですけども、まあもうねめちゃくちゃ長い曲なんですけどもね、なんとなくね聞いてみたんですよ。そしたら、あ、やっぱりすごいなと思って、これも昔から僕は知っていましてね、これはすごく僕も有名だなと思うんですけども、ただですね、改めて聞いてみて、ちょっと今回このチャンネルで紹介しようじゃないかということでね、今回紹介したいと思いますけども、今回このね、声に出して歌いたい日本文学というね、ことでございましてね、この日本文学というね、まあものに対してなんですけども、僕は結構その戦後戦前の、まあ日本の文豪と言われる方々が書いた、まあその日本文学というものがすごく僕もね、めちゃくちゃ大好きなんですよね。この間ね、新潟の越後湯沢ってとこ行ったんですね。で、越後湯沢っていうとですね、まあその雪国、川端康成さんの雪国のまあ舞台でございまして、僕はそのね、川端康成さんが実際に執筆されたというね、ホテル湖畔というところのね、旅館に泊まってこう、来ました。そこでこう、川端康成さんの実際のこのね、作業された部屋とかですかね、あといろんな資料を見たりとかですね、なんかその日本文学というか、まあそのね、作品が生まれた背景というものをこう実体験してきたということが、まあ最近だとありましてね。で、そういう意味で僕日本文学大好きで、もう太宰治さんとかめちゃくちゃこう読んでるわけなんですよ。で、まあめちゃくちゃこのね、日本語のそのなんかこう文学というものはこう、日本のなんというかね、このね、言葉の美しさであったりとかですね、感情表現のこう言葉遣いであったりとか、まあその当時の時代背景とかがすごくこうね、まあ見えてくるというかね、そういったその文豪の作品って僕はすごく感じるものがある。そしてこう今の時代に何かを伝えてるんじゃないかというふうに思えるんですよね。だから僕めちゃくちゃこの日本文学という意味で、やっぱそういったものすごく大好きなわけでございます。まあ日本文学ってのもすごく幅広いのでね、いろんな方がいるし、いろんなジャンルがあるだろうと思いますけども、まあ今回はね、まあそういった桑田佳祐さんが2009年に発売されてもう10年近く経ってるわけでございますけど、10年以上経ってるわけでございますけど、改めて今回ご紹介できればなと思います。でこのね、声に出して歌いたい日本文学は君にさよならをというね、まあシングル曲の、まあある意味カップリングという風にやられたんですけども、されてるんですけども、まあこれはですね、音楽トラさんっていうね、ゆうすけサンタマリアさんと一緒にやった2009年に放送されましたね、まあそういったもの企画でございます。でね、本当にこれすごく、まあ僕的に、大好きな曲でございまして、君にさよならをもね、僕めちゃくちゃ好きでですね、なんかこうなんかね、その晩年というか年をね、取っていくことの素晴らしさとか、年を取っていくことで、なんか出てくる味というかね、その哀愁みたいなものがすごく僕は大好きで、君にさよならもめちゃくちゃ大好きなんですけども、この、声に出して歌いたい日本文学、これもまたすごいんですよね。で今回はですね、まあちょっとね、この、まあ、曲の魅力について紹介したいなと思います。声に出して歌いたい日本文学ってね、まあいろんな文学、いろんなね、そのジャンルの、まあいろんなね、日本文学というものの、桑田さんが選んだ、まあそういったその言葉の節をですね、メドレー形式で音楽にね、しているということでございます。なのでいろんな文学が、詰まってる20分間というな、まあそんな感じでございますけども、まあ、ちょっと一個一個紹介していこうと思います。一番最初にですね、汚れちまった悲しみに、これ永原中也さんがね、まあね、書いた詩でございますけどもね、すごくもうこれもね、なんかね、すごくこうなんていうか、こう汚れちまった悲しみ、この汚れてるということのね、まあそういったその人間としてのこの本質みたいなものを描いてるような作品でございましてね、永原中也さんでもまあちょっとね、お亡くなりになってからすごくこうなんか作品というものにこう焦点当てられて、世間的に評価されたといって、まあそういったちょっと背景があったりとかして、まあ桑田さんがね、選ぶ1曲目でございますからね、一番目でございますからね、すごく僕も好きなんですよね。でこの汚れちまった悲しみにはですね、まあ途中で2回ぐらい出てくるんですけどね、1回目は普通にちょっとロック調でですね、まあそのもうなんかオープニングのね、なんかそういった華々しいその世界観を飾るにぴったりのアレンジで音楽として歌われております。続いて
2つ目ですね、知恵古書でございます。高村光太郎さんでございますけどもね、こう知恵古書に収録されている、まあ、これはですね短詩と言いますかね、まあ、ちょっと詩というかポエムというか、まあ、そういったものなんですけどもね、まあ、それでいろんなこの、ね、短詩いろんな詩集みたいなのがありまして、その中のあどけない話というところの詩の詩集に入っているですねものから抜粋しているということでね、この高村光太郎さんのその死生観であったりとか、まあそのなんか人間としてのこの、まあそのねなんかこの愛であったりとか、まあそういうことをね歌ってる。でこれもまあちょっとロック調っちゃロック調なんですけどもね、なんかその知恵古書という中の切ない部分であったりとか、なんかその人間としてのこの生死に関わるようなこと、まあそういったものをねすごくこうスリリングな形で描いてるというような、まあちょっとそういうアレンジになってるのかなと思います。なんかはい、続いて、人間失格太宰治でございます。もう僕が大好きなね、まあ、人間失格、本当に僕はねこの人間失格何度読み返したことでしょうかというぐらい、まあ、太宰治さんの作品、まあね、走れメロスであったりとか美容の妻であったりとかも本当に大好きな本いっぱいある、本当に太宰治さん僕の本当に大尊敬する、本当に文豪でございまして、この人間失格を桑田さんが選ぶということでね、人間失格をねこれ説明しようとするとねこの、動画ではねもう収まりきれないんでね、こう人間のこう堕落であったりとか、その人間としてのこの本能の部分と、世間的な部分というもののこの乖離というかね、そこで悩む主人公の、話、まあ、これが道化の花という太宰さんの作品の、まあ、そういったものにとすごく通ずる部分があると、やっぱりこの太宰治という人間性をすごく、描いている、作品でございますよね。でこのね人間失格をですね桑田さんが音楽にするとですね、まあ、やっぱりこれもね、まあ、ロックというか、ただちょっとねなんかネガティブ要素みたいな、なんとかちょっと暗い世界観というのがすごく出てる、なんていうのかな、こうやっぱりこうサザンで言うとちょっとねなんかこうマイナーなところっていうか、まあ、マイナーベースで描かれていて、ちょっとこれも脅迫感があったりスリリングであったりとか、まあ、そういったその人間としてのこのなんか生きるということをちょっとですねせかされてるような、まあ、なんとも言えないこういったアレンジになってるわけなんですよね。だからすごくこのね人間失格の節もめちゃくちゃいいんですよ。でやっぱりこのね人間失格で一番有名なフレーズでございますけども、恥の多い生涯を送ってきましたとこのねフレーズも出てきますし、やっぱりねこの文学という中でやっぱりこの本当に有名なところも出てきます。桑田さんが選んだその言葉のチョイスというか文節といいますかね、まあそういったところもすごくねなんか注目できる部分じゃないかなと思います。続いて乱れ髪、与謝野晶子さんなんですけどもね、この乱れ髪もすごくね、まあ、僕も、読んだことがあり、まあ、読んだことがあるというかですね、これはもう学校とかでねなんか皆さんも結構ね、聞いたりしてるんじゃないですかね、この与謝野晶子さんの乱れ髪。これはですね本当女性の恋というものがタブーというか、タブーではないんですけども、まあ、お見合いであったりとか、その結婚であったりとか、まあ、そういった社会システムとしてこの女性の恋愛ってこの当時は、確立されてたんですけども、もう自由恋愛であったりとか、もう本当恋愛女としてのこの恋愛恋というものを、色っぽいそのねすごくこう素敵な恋というものを女性としてやっていきたいんだという、この当時はねタブー視された女性が恋の歌を歌うなんてタブーじゃないかというふうに言われていたこの与謝野晶子さんの乱れ髪、まあここもねこれはですね、まあ音楽性としてはすごくしっくりバラードな感じで来てるわけなんですよね。まあなんていうかこれはもう本当にサザンでいうところの津波愛しのエリーとかですかね、まあそういった真夏の果実とか、まあそういったなんていうかこう桑田さんのバラードのすごい天才というかメロディーラインもそうですし、まあそのアレンジもそうなんですけど、まあそういったところがすごくね、この、乱れ髪には出ている。そして僕がこれすごいなと思ったのがですね、このライブ2012年の I Love You Now and Forever というベストアルバムにこのね、日本声に出して歌いたい日本文学も収録されてるんですけど、まあそのライブでですねこれ全部歌ったんですよ、その2012年のツアーでね、ベストアルバムのツアーで、その時にですねこのね与謝野晶子さんの乱れ髪に、差し掛かった時にこのね映像というかこうモニターにですねこう全裸のね女性がね、描かれてるというか、まあそういった、まあ演出になってたんですけども、まあそういったその女性のなんかその恋というか、もうその女性の恥であったりとか、なんていうんですかね、こう、まあ色っぽさみたいなものを前面にさらけ出して、私だって恋をしたいし、人間なんだから、それこそ自分のその性的な部分であったりとか、自分の本当のこの感情というか、そこをね、すごくこうさらけ出して、もう本当に恋愛をしたいんだというこのね、なんとも言えないこの女性のこの切な願い、そしてちょっと
っとその当時は理解されなかったであろう悲しさ、その悲しさを逆境にしながらも与謝野晶子さんが作品として訴えかけたこの恋というものに対する執着心、そういったものがすごくね、出ているライブなんだなというふうに思いました。やっぱりこのモニターで桑田さんがね、まあその音楽だけでもねすごくこの世界観というものをすごくこのバラードチックなことで、表現できるんですけども、 I love you now and forever、 これのねライブのモニターで描かれている全裸の女性というこのねこの演出というものがすごくそのね全てをさらけ出す女性という意味ですごくねその当時の与謝野晶子さんの、作品に対するその時の感情みたいなものをこう投影している、まあそういった感じになっていて、すごく僕はね、おすすめです。ごくいいね、あのこのメドレーの中でも大好きな部分でございます。続いてですね、蜘蛛の糸、芥川龍之介さんでございます。これも教科書とかね皆さん読んだこと、一度はあるんじゃないかなと思います。まあ芥川龍之介さんといえばね、まあ羅生門であったり、まあいろんな、名作がある中で蜘蛛の糸を、選んだわけでございますけどもね、まあ蜘蛛の糸というものは神田田という男がですね、まあその地獄に落ちていたり、神田田という男はすごく人を殺したりして悪事を働いた大泥棒だったと。だからこれは地獄に落ちてしょうがない、ただ一度だけ蜘蛛を助けたことがあるから、この男を地獄から救い出してやろうと思いましたという、まあそういったね、まあこの部分がねこの歌では描かれてるわけでございますけども、これですねちょっとなんていうかチャイニーズ風と言いますか、ちょっとなんかねこの民謡というか、まあそういったアレンジで描かれてるんですよね。どっかのこうアジアのちょっとしたその伝統的な民謡チックな音楽性というかね、まあそういった、ようなアレンジで描かれてる。まあすごくこれもねなんかこうなんか不思議な世界観というものを表現している芥川龍之介さんの、まあそういった作風に対して歌ってる、まあそういった曲なんじゃないかなと思います。続いて、カニ光線、小林武史さんでございます。これもですねもう僕も大好きな、やつで、これも映画化なんかされたりとかしましたけどもね、一回ねこれはですねその労働者というもののこのね不利な弱者の労働者の弱者という部分を、描いている。そしてストライキして、自分が労働者としてのこのね、なんというかこのプライドというものを守ろうぜということでストライキだっていうね、まあそういったすごくこの熱いような、人間として生きていくために、なんで俺はこんなこき使われなきゃいけないんだというこの当時のカニ光線というね、ものでのすごく劣悪な労働環境からストライキを起こすという成り上がりストーリーみたいな、そういったものが描かれている、まあ、作品ということでね、これもなんかね、まあ、ちょっとバラードチックな、感じでは出てるんですけども、そこから俺たちは立ち上がろうぜストライキだ、みんな仲間を大切にしてこのね劣悪な労働環境から立ち上がるんだっていうことをですね、このね音楽としてもすごくねなんか徐々に高揚感が増していくようなアレンジになってる。これがまたすごくねこう聞いててすごく、感情的にこうねなるわけでございますよ。本当にこのねカニ光線もねこの歌に入れてる。そしてこのカニ光線の中でも、ね最初はバラードなんだけど徐々に徐々にこうなんかこう高揚感が増していくアレンジになってる。これもまたすごいわけでございます。続いて、竹比べ樋口一葉さんでございます。これもめちゃくちゃこう有名な、ね、作品でございます。樋口一葉さんね本当にこれも僕大好きなんですけども、これはですねちょっと今和の清志郎さんのねまあモノマネみたいな感じのアレンジになってるんですよね。この曲が発表された当時ぐらいの近くにですね亡くなられたということがありまして、桑田さんなりのこのね今和の清志郎さんに寄せた楽曲アレンジ作りというか、まあそういうとこがすごくいいんですよね。そしてまあ音楽トラさんのまあミュージックビデオなんかもすごく今和の清志郎さんを意識されたパフォーマンス、そして衣装なんかがありましてね、まあすごくこれは今和の清志郎さんというものをすごく意識して作られた、まあねこれもすごくねいいのかなと思いますけどもね。まあすごくこれもなんか今和の清志郎さんのあのなんかロックンロールというかね、いつまでもいつまでもっていうこのなんかなんというか歌い回しといいますかね、アレンジ性といいますか音楽性といいますか、まあそこでねすごく今和の清志郎さんをね皆さん好きな方はぜひこれ聞くとですねちょっとなんか似てるんじゃないかって思うかもしれないですね。はい、続いて、一躍の砂、石川豚ボクサー、タクボクさんでございまして、これ同じ、茶番を桑田さんもやってましたけどもね、タクボクさんでございまして、これもすごくなんかねこうやっぱ石川タクボクさんなんかもやっぱそのねなんかこうこの作品に対してはやっぱその自分の極貧というかすごく貧しかった時代というものをこう、映したような、まあそういったそこのなんか人間性を描いてるような、作品でございましてね。で一躍の砂っていうのもねこれまたねすごくいい感じでカントリー風になってるっていう感じでね、すごくなんかこのサザンとか桑田さんのポップスな部分というか、すごくやっぱりこの得意とするポップスな部分というものがすごく前面に出てる楽曲なんじゃないかなというふうに思います。続いて、我が輩は猫である夏目漱石、来ましたね。ねこれもねすごくねなんかねもうこれはハードロックみたいな感じになってるんですかね、ちょっとハードロックというかね結構もうロックンロールって感じでございますけどもね、これもすごくそのライブですかね、その先ほども言いましたけども、2012年の I love you now and forever のライブなんかでもすごくこうなんか激しめにねちょっと女性のね、猫のなんか猫のこうなんかねあの感じのこう衣装というかね、それで
でこうレザーのなんかすごく、まあ、キワキワの露出感があるね、もう、まあ、サザン特有のあのダンサーの感じですかね、まあもうファンの方は分かると思いますけども、ああいう感じでこうね出てきてですね、すごくこうハードロックな感じでねちょっと歌うというね、桑田さんのちょっとすごいなんていうか、そのもう本当にそのなんかエンターテインメントに対する、桑田さんのすごくその才能みたいなものが出てくるアレンジになってたり、ライブパフォーマンスになってるわけなんでね、これもすごくねなんか途中ちょっと異質な感じがあるんですよね、なんかこのメドレーの中でこの我が輩は猫であるっていうね、すごくいい感じ出してます。続いて、最後でございますけども、銀河鉄道の夜、宮沢賢治さんでございます。岩手県のもうね素晴らしい、作家でございます。もう宮沢賢治さんの世界観僕も大好きでございます。でこれの銀河鉄道の夜はですね、こう銀河ステーション銀河ステーションっていう感じでながらね朗読になってくるんですよね。だから歌というかねバックにさあの、まあ、音楽はあるんですけども、まあ、朗読する桑田さんが朗読をするライブなんかでも桑田さんが朗読しながらいろんな方がこう徐々にこう朗読してこう臨床みたいになってくる、まあ、そういったものがすごく、見どころというか、このね本当にそのなんか銀河鉄道の夜といった、まあ、そういった不思議な世界観というものをですね、この朗読という形にすることによってなんかちょっとねそのなんか神秘的なものというものを感じるというような感じになっております。ということで今回ね10作品ですね、今回お紹介しましたけども、この改めてこの日本文学を音楽にするという桑田さん自身もこれこうやったことによって日本語の美しさとかをこう改めてこう実感して、曲作りや歌詞作りにすごく、また変化があったというふうに言っておりますけども、まあ皆さんもなかなかね、この日本文学というものをね、まあ本当に好きな方、僕みたいに好きな方は結構ね、いやー知ってるよってなるかもしれないですけど、なかなかね、こう自分からこうね、ちゃんと読もうという気にね、なかなかね、いや、皆さん日々いろいろお忙しいと思うんでね、なかなかならないと思うんですけども、こういった意味で、やっぱ日本文学って本当にすごいんですよ。なんで、こういったこの切り口でね、桑田佳祐さんがそれを音楽にしてしまう、この日本の今のね、もう本当にトップオブトップの、まあ音楽というこのね、エンターテインメントと、その当時めちゃくちゃトップオブトップのこの文学を掛け合わせちゃうとね、やっぱりこの音楽の可能性というものがすごく広がっていく、まあそういった作品ですよね。18分ですけどもね、全然なんかね聞いてて、あんまりこうなんか長いなと思ったりしないんですよね。やっぱりこれは本当に桑田さんのこの音楽のアレンジとかメロディーラインの作り方、まあそういったものがすごく影響してきていて、それぞれの作品にちゃんとリスペクトがあって、それぞれの作品の世界観というものをちゃんと音楽で表現してる、これがまたすごいんですよね。なんでぜひ皆さんもこれね聞きながらね聞いて、これをきっかけにぜひ本物の本というものを読んでいただければなと思います。やっぱ日本文学ってすごく奥深いし、いろんなねことをね語る方多いですよね。こうなんかこの作品はこういうことじゃないかと、まあいろいろありますけども、ただですね、まあ今回まあそれぞれ人それぞれですね、どういう捉え方をするのか、その歌もそうです、結局ね、文学でもそうなんですけど、結局その読み手によってその解釈が違う、これはいいことなんでね、それもなんか見越した上で桑田さんがあのメロディーをつけたのかなと思いますけどもね。で残念ながら川端康成はいませんでしたけども、いませんでした、僕の大好きな川端さんはね。ということで今回は以上でございます。ということでまた、やろうと思いますが、本当に、いつもありがとうございます、聞いていただいて、また、よろしくお願いします。ということで今回は以上です。ありがとうございました。